はい、皆さんこんばんは。周りに今桜が咲いてます。一面ね、まあ、川沿いなんですがずっとつながってます。こんな感じで、ね、向こうまでずっと桜の木があって、ちょっと写真を撮って帰ろうかと。残念ながらマイクね、後付けつけてないのでちょっと音声が悪いですが勘弁してください。マイクありました。今つなげたのでこれで音声が良くなったと思う。でこの場所で写真を撮りますが、撮り方とかは特に紹介しないです。撮った後の写真をお見せすると、周り暗いんで画角は適当です。で縦にして撮ります。今車両のライトついてますが、全て消して、もう手持ちのペンライトね、これを使って車両を照らすと、そうするとこの車両の輪郭が浮き上がるようにして写真に写ると、結構変わった感じで撮れると思うので、実際にやります。セットして撮るんですが、ISO400 にしてとりあえず30秒で撮ります。はい、撮りました。またワークライトつけて周りを照らしてますが、消した状態で撮ると、こうなると。こんな感じね、車両をペンライトで全体的に照らすと、これだけだと桜が映らないのでライトバーの光を、一瞬だけ点灯するとこうなります。違いますよね、全然。で前から撮った写真がこうなると。前から撮った時は、ペンライトで桜を、照らしました。なかなかいいですね。あんまり照らすと目立つのでこの辺にしますけども、結構葉桜になっては来てますね、ところどころ。でもまだまだ綺麗です。奥までずっと繋がってるんですよね。200m、300m、もう少しあるかと思いますけども、この辺が一番綺麗かな。昼間撮る写真とは全然異なりますよね。夜の場合は表情がだいぶ変わる。こういう木々やあと建物とかね、車両と一緒に撮るのがなかなか面白い。今日はこのぐらいです。ざっと写真を撮ってお店をしました。夜写真を撮る楽しみ方、こういうペンライトを使って草花を照らしたり、木々を照らしたり、今回は車両をね照らして、写真を撮りました。いろんな方法があるので、いろいろ試してまた動画にしていきますので、よかったら見てください。今日はこれで終わりにします。次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。また会おう。